こちらの祭りの会場は山形県米沢市にある松ヶ崎公園伝国の森周辺となっております。皆様全然ピンときてないですよね、場所がどこだか。皆様上杉神社は聞いたことありますか？あ、ちょっとうなずいておられるもの。おお、かなりたくさんお客さん。上杉神社の、分かりやすく言うとな、上杉神社の目の前の広場で行われます。29日30日会場の近くでは交通規制がかかっておりますので、お車でお越しの際は米沢市役所に車を止め、市役所から会場まで無料のシャトルバスが出てますので、そちらをご利用ください。仙台から米沢までは車で高速道路を使い約2時間ちょっとかな。皆様安全運転でくれぐれも気をつけてお越しください。ちなみにこの伊達政宗、宮城仙台のイメージが強いが、実は山形県米沢市で生まれ育っており、お、そう、もっともっともっと拍手そう、上杉神社には伊達政宗公誕生の石碑というものもあるので、こちらのお祭りと合わせてそちらも一緒にご覧ください。皆様米沢でお待ちしております。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 さてさて、29、30日の、ご案内でしたけれども、我らの出演も決まっておるということで、立岡殿、何か情報がございますか？わしらの出陣は9月30日になっております。はい、10時、午前10時とですね、午後3時半、1日2回ほど、こちらの会場のステージで演舞をさせていただきますので、こちらをメインにご覧になり、お越しいただければと思いますので、わしらに会いに来てください。はい、よろしくお願いいたします。最後にもう一つ、10月13日の件、これは秋の収穫祭、秋の大収穫祭だな。はい、じゃあこちらでは軒猿に説明してもらおうかな。あ、私でございましたっけ、うん少々お待ちください。そうでございます。山形秋の大収穫祭ということで、10月13日米沢市は松川河川敷で雨天決行で行われるイベントでございますが、ここには米沢牛祭りといいます。米沢牛を食べる、これ鍋、すき焼きでございますね。これ完全前売り制、全席指定、チケットの発売は9月3日から10月5日までの催し、予約になっております。これ毎年ですね、完売すぐしますので、今行ってみたいなと思った方は今すぐお電話を、米沢の方を捕まえて、予約してください。もしくはチラシが配られているかと思いますので、そちらを詳しくご覧になってください。食の桃源郷北間秋の大収穫祭のご案内でございました。以上で、山形の観光 PR ちょっとですけれどもご案内させていただきました。よろしいでしょうか、金継ぎ様じゃないです、金継ぎ様の弟の大国様、うん、はい。では最後に我らの演舞、とくとご賞覧あれ。
は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次は米沢の地でお会いいたしましょう。これにてごめん。さらばじゃ。さらばじゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。みんな米沢で待っておるぞ。ごめんなさい。